日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。糸魚川市にある海洋高校のアンテナショップ農水商店、今月10日からチョウザメを使ったフィッシュ&チップスが期間限定で販売されています。食感も良くて生臭くもなくすごい美味しかったです。うまい、めっちゃうまい。お肉は白身であっさり、コラーゲンも豊富です。このチョウザメは2015年から地元の農業法人 SK フロンティアと海洋高校が産学連携して養殖に取り組み、地域の特産品にしようと活動しているんです。キャビアが取れるのがメスだけってこと で、オスはもうその後もう間引いたりも廃棄されちゃうんで、そのオスをどうにか有効活用できないかなってことで、まあ、このような形でフィッシュ&チップスやカルパッチョに加工させていただくっていうことになりました。来年は8年目を迎え、いよいよキャビアが取れる年齢になるそうです。形にすることができてとても嬉しいですね。なので後輩たちにもやっぱり僕たちがやってきたことを引き継いでいって、でもっともっとチョウザメと糸魚川を盛り上げてほしいなっていうのは思います。海と日本、海と日本プロジェクト in 新潟、ご覧いただきましてありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。